この刻み油揚げを使って料理していこうかなと思います。今回はこの後ろの方にあるレシピを参考に作っていきます。材料がこの本品油揚げと豚肉、あと1/2の玉ねぎです。合わせ調味料を作っていきます。醤油大さじ2、料理酒大さじ1、みりん大さじ2、お砂糖小さじ1、混ぜる。大好き米油。豚肉入れます。玉ねぎ入れます。油揚げは 80g 入れるそうなんですが、私は適量で入れていきます。あ、ちなみに豚肉も適量です。本来は 150g 入れるとのことです。こういうところがズボラなんですよね。炒める。食材に火を通して炒めていきます。玉ねぎは薄くカットするとのことなんですけども、私は前日に余ってた1/2の玉ねぎがちょうどあったので、そのまま使いました。全体的に火が通ってきたら、合わせ調味料を入れていきます。混ぜる。調味料と食材を絡めていきます。すごい美味しそうじゃないですか。香りもすごいいいですよ。所要時間15分くらいで完成です。揚げなすの乱切りを使ってこちら裏のレシピ作っていきます。こちらに合わせ調味料作っていきます。醤油大さじ2、使い切った。みりん大さじ2、料理酒大さじ1、砂糖大さじ1、大さじ3入れたら大さじ1になるよ。和風だしの素小さじ1/2、だいたいこのくらい。あと水も入れます。水は 300ml、 だいたいこれで 200ml なので1回とこのくらい入れます。中火にします。沸騰したら揚げなす乱切り入れます。 250g 入れます。もうこれだいたい半分使ってるので全部入れます。煮ます。落とし蓋をして、沸騰したら次は弱火で10分ほど煮立たせていきます。生姜入れます。適量。少しかき混ぜる。完成。塩コショウで味付けしていきます。まだちょっと凍ってるんですけど、揚げ物にするのでそのまま使おうかなと思います。片栗粉をかけていきます。卵追加。卵につける。パン粉つける。治安悪
大きい。これ焼いていきます。米油、揚げていきます。おお、あと3枚焼いていきます。豚肉と油揚げの甘辛炒めは想像以上に美味しくてリピ確ですね。豚肉じゃなくって他のお肉でもチャレンジしてみたい一品。夏のおひたしは冷めても美味しかったです。それにしてもバサフライ大変だったけどボリューム満点で美味しかった。このミートボールを使ってトマトの煮込み作っていきます。レンコンとブロッコリーを時短のためレンジで加熱します。人参切っていく。人参も時短のためレンジで加熱します。おかえり。カットしていきます。レンコンとブロッコリーは600ワット4分加熱しました。いい感じに解凍されているところと少し解凍されてないのが混ざってました。業務スーパーのブロッコリーは場所によって傷んでる可能性があるので一回洗って確認して使います。結構傷んでたりするんですよ、こんな風に。当たり外れがありますね、ブロッコリーは。こんな感じで傷んでるところが結構あるので、ちゃんとブロッコリーは一旦加熱して傷んでないか確認して使った方がいいですね。で確認して終わったら湯すぎます。玉ねぎ、舞茸、軽く洗います。適当にサック。オリーブオイル適量入れます。今回はガツンとメイン料理になるのでたくさんミートボール入れます。キムチ揚げ焼き、人参、舞茸、玉ねぎ、レンコン、ブロッコリーを入れていきます。火が通りにくい人参は加熱して、レンコンもブロッコリーも前もって加熱しているので時短で切れます。炒める。思ったより多かったので選手交代。カットトマト入れる。同じ分の水も入れます。ローレル入れる。蓋します。中火ぐらいでコトコトと煮ていきます。おー、美味しそう。ちょっと弱火にします。コンソメ大さじ1くらい入れます。塩コショウ少々。混ぜる。バターを 10g 入れます。混ぜる。あ、すごいバターのいい香りが。ローレル抽出。味見。うん。酸味が良きだね。出来上がりでーす。煮込んでる間にレタスのサラダ作っていきます。洗ってきます。洗って水を切ったレタスです。ちぎりながら入れていく。レタス一玉やったのですごい余ってる。これは後日使います。こちら業務スーパーで買いました。水煮タイプなんですが、ちょっと水分が多いので切っていきます。ツナ入れる。キューピーのシーザードレッシングかけます。
混ぜる。完成。サラダの付け合わせでゆで卵を作りたいのでこれで作ります。水を入れて商品、レンジでゆで卵ができる商品なんですよ。もう10年ぐらい使ってるゆで卵の機械です。うちはよく600ワットで10分して使ってます。ミートボールのトマト煮は優しい味に仕上がったよ。食べる時に黒胡椒をかけたら大人の味付けに変身して、これまた良きでした。案の定いつもの作りすぎで残ったから翌日はパスタで食べました。作りすぎるといいところは翌日にアレンジ料理できるから、献立考える手間が少し省けるとこ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見に来てくださいね。